アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年9月25日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022 X リーグディビジョン3ウエスト第3節、佐藤建設スタンディングベアーズ対トヨタブルーファイターズの一戦が間もなく行われます。試合開始前の試合の影響がありまして若干変更入りまして、15時55分キックオフ予定です。両チームの紹介をさせていただきます。手前側、本日ホームスタンド側に陣取っております。カラーのユニフォーム、えんじのユニフォームをまとっているのが佐藤建設スタンディングベアーズです。岡山を本拠地とし、1987年からクラブチームとして活躍。かつてセリオスタンディングベアーズという名前で社会人一部リーグにも所属していた強豪チームです。現在は一時期ノンスポンサードという厳しい状況を経ながら、佐藤建設という新たなスポンサーを得ることによって、またそのかつての戦力を取り戻しつつある、今復興の時期にある強豪チームです。対しまして本日は反対側、バックスタンド側に陣取る形になります。ホワイトのユニフォームをまとっておりますのがトヨタブルーファイターズ。1974年にトヨタ自動車の社員有志によってチームが結成され、1982年に同好会、そして76年に企業チームとして加盟しました。後に1995年にクラブチームに転身し、現在豊田市及び日進市を軸にしてその活動を継続しております。人数が少ない少数精鋭のチームになっておりますが、その戦力を十分に充実させる時をまた県の将来重ねつつ、リーグ戦を戦い抜き、かつての栄光の時に取り戻そうと今奮闘をしているチームです。この両チームによる一戦が間もなく行われます。令和4年9月25日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 NFA 日本社会人 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、2022 X リーグディビジョン3ウエスト第3節の1試合、佐藤建設スタンディングベアーズ対トヨタブルーファイターズの一戦が行われます。これより試合開始前のポイントスを行います。手前側にありますカラーのユニフォーム、えんじのユニフォームをまとっていますのが佐藤建設スタンディングベアーズ。奥側にありますホワイトのユニフォームをまとっているのがトヨタブルーファイターズです。前半トヨタキックオフ、佐藤建設リターンで試合が始まります。両チーム今シーズンに関して言いますと非常に状況が似通っています。シーズンは第3節に入っていますが、実はこの両チームともにこれがこの秋の初の試合となります。いずれのチームも台風の影響によりまして試合が延期となっておりました。ようやくこれが秋シーズン開幕となります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。
さあ佐藤健鈴リターン、佐藤建設陣30ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。この位置から佐藤建設の攻撃となります。このリターンをしましたのは佐藤建設の26番の選手でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が倒れるまでを1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを進み攻撃権更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは佐藤建設自陣33ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃です。攻撃権更新には必要距離10ヤードです。ナイスラン、ファーストダウン。佐藤建設まず中央へのランプレーを展開しました。託されたキャリアは29番、味方ブロッカーを生かし大きく前進、一気に10ヤードを超えてファーストダウンとしました。見事なランプレーを決めましたのは佐藤建設29番の上野、龍谷大学出身。佐藤建設陣地押し上げ、自陣45ヤードの地点間のファーストダウン点、再び1回目の攻撃となります。同じく攻撃権更新の必要距離は10ヤード。さあ再びランプレーを重ねました。今度はキャリア3番です。託されました3番、タックルされながらセカンドエフォートで約3ヤードのゲインとしています。キャリア3番は佐藤、一橋大学出身です。これによりまして佐藤建設セカンドダウン2回目の攻撃に入ります。自陣48ヤードからセカンドダウン7、2回目の攻撃、攻撃権更新必要距離は7ヤード。パス不成功。今度は1点、佐藤建設パスプレーを展開しました。アメリカンフットボールは攻撃の開始地点から後方より1回だけ前に投げることが許されています。クォーターバック15番、ここで前にパスを投じ相手の裏をかこうとしましたが、しかしトヨタのディフェンス集まりよくパス不成功となりました。この結果攻撃権1つ失いまして、サードダウン3回目の攻撃に変わります。佐藤建設自陣48ヤードからサードダウン7、3回目の攻撃、攻撃権更新必要距離7ヤード取れるでしょうか。さあランプレーによる突破を図ります。しかしこれはトヨタのディフェンス集まりよく、ランプレーのゲインは2ヤード。キャリアは47番でした。残り距離5ヤードを残してフォースダウン、4回目の攻撃に入ります。キャリア47番は古川、県立広島大学出身のプレイヤーです。中四国2部にあります県立広島大学の選手が X リーグで活躍しております。佐藤建設フォースダウン5、最後の攻撃シチュエーションでフォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄です。さあトヨタリターンに入ろうとしますが、しかしこれは佐藤建設集まりよくほとんどリターンできません。トヨタ自陣20ヤード付近からの攻撃と変わります。パントは攻撃放棄とはなりますが、陣地挽回は図れるプレーです。これによりましてボールを大きく相手陣に押し返した形で攻守交代となりました。今度は攻撃はトヨタに移ります。トヨタ自陣20ヤードからの攻撃と変わります。トヨタ自陣20ヤードからファーストダウン10、今度はトヨタの1回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は同じく10ヤード。さあトヨタの中央へのランプレーから入りました。ハンドオフで託されましたキャリア2番、中央突破を図りましたが、しかしこれは佐藤建設ディフェンスの集まり力、むしろ2ヤードロスと変えています。トヨタキャリア2番は古町、
慶応義塾大学出身のプレイヤーです。トヨタ自陣16ヤードからセカンドダウン12。トヨタここでオプションプレーを使いました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックが持つかを選択するプレーです。ここはクォーターバックランニングバック2番に投げ渡し託しましたが、しかしこれは佐藤建設ディフェンス集まりよく、ゲインは2ヤードにとどまっています。トヨタ自陣19ヤードからサードダウン10の状況になります。3回目の攻撃、残り距離10ヤードを取ることができるでしょうか。インターセプト。ここでトヨタクォーターバック20番転じてパスプレーに、パスプレーを選びましたが、このパスを取ったのは佐藤建設。したがってこれによって攻守交代となります。インターセプトにより佐藤建設ターンオーバー、攻撃権を奪取しました。結果的に佐藤建設相手陣32ヤードの地点からのファーストダウン10に入ります。チームタイムアウト、トヨタブルファイターズ前半1回目。ここでトヨタ前半1回目のタイムアウトを使いました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。トヨタディフェンスに回ることで一旦作戦を仕切り直す形でタイムアウトを取りました。試合再開です。佐藤建設相手陣32ヤードからファーストダウン10。インターセプトです。さらに返す。インターセプト、ターンオーバー。コース交代。トヨタ、ファースト。ここで佐藤建設、一気にタッチダウンを狙うロングパスを投じました。しかし、これをレシーバーがチップ。浮いたボールを取りましたのはトヨタの11番。インターセプトになりまして、攻守交代です。ターンオーバー。トヨタもここでインターセプトしまして、佐藤建設の攻撃を断ちました。見事な反応でインターセプトしたのはトヨタ11番、家永。明治大学出身。さあ攻撃権を取り返しましたトヨタブルファイターズ、自陣25ヤードからファーストダウン10。さあオプションプレーを今度は決めました。ランニングバックに託しまして、これを受けましたキャリアが右オープンに展開、約6ヤードのゲインとしています。キャリア35番はカバナ、上智大学出身のプレイヤーです。トヨタ自陣32ヤードからセカンドダウン4。佐藤建設ナイスディフェンス。ここで中央へのランプレーを重ねようとしたトヨタブルファイターズですが、これを佐藤建設44番が見事なアジャストをしてオーバータイムアウト。
水分補給のためのタイムアウトを取ります。ここでウォーターブレイクに入ります。アメリカンフットボールは審判団の判断でクォーターの半分にタイムアウトを取ることが生じるケースがあります。今シーズンは残暑対策としまして X2 は9月中の試合の開催に関しては水分補給のためのタイムアウトを取ることが義務付けられています。先ほど素晴らしいディフェンスを見せました選手にもう一人9番ディフェンスエンド大隅がいました。大隅は学習院大学出身のルーキープレイヤーです。ウォーターブレイク解けまして試合再開です。トヨタサードダウン5の状況を打開できるでしょうか。さあ中央へのランプレーで突破を図りましたが、これは佐藤建設79番が見事にタックルしましてノーゲイン、姿勢約2ヤードロスとしています。素晴らしい出足でこのディフェンスを飛びました79番は国武、一橋大学出身。トヨタ攻撃権行使にならずフォースダウンをパントフォーメーションで切り抜けようとしています。このパント転がりよく佐藤建設陣30ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。さあ今度は佐藤建設の攻撃となります。佐藤建設自陣28ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。ランニングバック29番、ハンドオフを受け右オープンへのカウンタープレー。トヨタのディフェンス集まりよくゲインは1ヤードにとどまっています。キャリア29番は上野、龍谷大学出身。佐藤建設自陣29ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃です。攻撃権更新、残り距離は9ヤード。さあ再びランプレーです。今度はキャリア47番がボールを持ちまして見事攻撃権更新になりました。佐藤建設ファーストダウン。キャリア47番は古川、県立広島大学出身のプレイヤーです。佐藤建設自陣39ヤードからファーストダウン10。再びランを重ねます。今度はカウンタープレーを決めてキャリア29番右オフタクロつきまして約3ヤードのゲイン。ここまでキャリア29番上野、そして47番古川のコンビネーションでランプレーを重ね攻撃を着実に押し返しています。佐藤建設自陣42ヤードからセカンドダウン7。
パス不成功。クォーターバック15番、今度は1点左スプリントアウトからワイドレシーバー22番へのパスでしたが、このパスは若干高くパス不成功に終わっています。パス失敗ですと元の地点に戻され次の攻撃という形に変わります。したがって佐藤建設サードダウンの攻撃となります。佐藤建設サードダウン7、パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィード上に黄色いマーカーウエスが落ちますと、これは反則発生を意味します。この反則がいずれにあったか審判団の判定を待ちましょう。インターフェア、ホワイト18番、ディフェンスの反則です。パスインターフェア、パスが浮いている間に相手選手に接触しました。オートマチックファースト、前に浮いているパスを、パスが前パスが浮いている間は双方ともに接触してはいけません。ディフェンス側が相手レシーバーを妨害し、接触して妨害したという形で反則となりました。この結果15ヤードバッタリとなり、オートマチックファーストダウン、佐藤建設自動的にファーストダウンという形になりました。佐藤建設大きく前進してファーストダウンとなります。ここで佐藤建設ナイスラン、ランニングバック47番、ボールを託されて左オープンに展開、味方ブロッカー生かしながら一気に大きく陣地を挽回しました。ナイスラン、ファーストラン。キャリア47番は古川、県立広島大学出身のプレイヤーです。大きく陣地返しました。佐藤建設相手陣23ヤードからファーストラン展、ここでホイッスル、チームタイムアウト、佐藤建設、ここで佐藤建設が前半1回目のタイムアウトを取りました。一気に攻め入るかと思われましたが、佐藤建設ここで一旦タイムアウトし、状況の再確認をいたします。
さあタイムアウトを解けまして、佐藤建設ファーストダウン10の攻撃で試合再開です。ボールオンは相手陣23ヤード。さあその左サイドでのランプレーを展開しました。キャリア47番、相手ディフェンスをかいくぐり大きく前進し約9ヤードのゲインとしています。佐藤建設相手陣14ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。佐藤建設ファーストダウン、ここで佐藤建設はカウンタープレーを見せまして、ランニングバック29番が攻撃権更新といたしました。佐藤建設ファーストダウンです。見事なラン決めたのは29番の上野でした。第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ0点、トヨタブルーファイターズ0点、両者無得点で第2クォーターに移ります。